雑談。今回は私がまだ子供だった時、どのようにゲームに触れていたのかをお話ししたいと思います。完全に雑談です。最初にビデオゲームに触れた記憶は、いわゆるポンのような可変抵抗でパドルを動かすタイプのゲームだったと思います。手でダイヤルをねじるとテレビの中のものがダイレクトに動く。しかもギラギラ発光している。これは子供桜井にとってすっごい感動がありました。スペースインベーダーブームが起こった1978年頃、私は7歳から8歳でした。ブームが終わろうとする頃には非常に多彩なアーケードゲームが乱立することになります。あえてローカルな話をしますが、地元の方に忠実屋というスーパーマーケットがありました。日曜日はおおむねそこに家族で買い出しに出ています。スーパーに着いたら親に200円を渡されます。その200円を握りしめ、私はゲームコーナーに直行しました。親は別れ買い出しへ。私が子供の時代へは、親と離れて行動することは普通でした。今ではとんでもないことですけどね。200円だと50円ゲームが4回遊べたので、どのゲームにコインを入れるかを吟味しながら遊びます。で、200円を使い切るとそのままホビー店方面へ。そこにはいろんなゲーム機の私有があるので、それを楽しんでいました。そうして適当に遊んでいると、買い物を終えた親が迎えに来て帰るという昔の話です。なお、忠実屋は現在ザ・マーケットプレイス東大和というショッピングモールになっているようです。どうでもいい？それとは別に、家から近くの立川方面にも出向きました。町が大きいので、お店もゲームセンターも大規模なものが多かったです。ゲームセンターで小遣いを使って遊んだりもしていましたが、それとは別に当時はデパートなどでゲーム大会やラジコン大会などを急に開くところも多くありました。特に予約受付なんかはなくて、パッと参加できます。それを見つけて参加し、両手に別々の大会の景品を抱えて帰ることもありました。ゲームはまあまあ得意だったようです。そして当時は手の届かない PC や PC ゲームなどにもいろんなお店で触れました。実際に PC を手に入れられるのは高校生になってからですけどね。余談ですが、日本ファルコムが、立川にありました。当時はパソコンソフトショップと開発室が併用されていたんですね。開発現場がパソコンショップ側から開け付けになっているという、今では全くありえないこともありました。もちろんジロジロ見ていたわけではありませんが、メーカーにおけるゲームの制作現場を生で見たのはそこが初めてなのかも。ファミコンが出たのが1983年、言うまでもなくその衝撃は大きかったのですが、その前にも実に多くのゲームが存在していました。ファミコンの登場前後、アーケード、コンシューマー、PC と、それぞれ様々なゲームが繰り出されており、ギラギラしていた時代です。1年経ったら技術もかなり進んでいるというようなハイペースな成長時代だったので、そこから受ける刺激は計り知れないものがありました。もっとも他のホビーをしていなかったわけではありません。ゲームに限らずいろんなものがあったために、どれも刺激的でした。子どもの頃に楽しんだものやその喜びというのは、大人になった時の思考に非常に大きな影響を与えるものだと思っています。今私はゲームの作り手になり、知らない誰かの幼少期に少し影響を与えているかもしれません。コロコロコミックという雑誌があります。日本最大の児童誌ですね。そのアンケートによる2019年のデータでは、最も人気のホビーはテレビゲーム、さらにその中では最も人気のテレビゲームとしてスマブラスペシャルが上がったそうです。コロコロコミックは私が子供の頃に創刊しています。その頃自分が娯楽系の仕事をしているなんてもちろん思っていませんでした。世代が変わるって面白いなって思いますね。
今の子供が遊ぶものが将来の遊びに影響するのかな。それはさておき、私が最初に感動した画面の中のものがギラギラと動く感動、最初から高度なゲームがある世代はどう感じるのかなと。以上、子供の頃の雑談でした。